はい、ということで、昆虫クイズ大会イエーイ。はい、っていう感じなんですけど、僕が先ほどクッキーを作ったんですが、これ全て昆虫が入ってるわけです。で、それぞれ皆さんにお送りしたんですけど、今回はね、この昆虫何が入ってるのかってやつを食べてもらって味わってもらいながら、この ABC 当てていけたらなと思います。では PR 動画ではあるんですけど、ちょっとゲストさんを呼びさせていただいたんで、自己紹介軽くお願いします。そしたらヤモさんからお願いします。はい、ヤモリ系 VTuber のひるもりヤモです。爬虫類大好き、よろしくお願いします。昆虫も好き、ありがとうございます。そしたらアグリさん、お願いします。皆さんこんにちは、生き物大好き、お肉 VTuber 妖怪ともりみアグリです。今日は子さん生き物好き VTuber として、あの全問正解狙っていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そしたらなおさん、お願いします。はい、夢と現実の境目を溶かします、歌うバーチャルクリエイター接客業のなおと申します。私はビギナー枠でおいしいおやつを食べに来ました。よろしくお願いします。はい、お願いします。っていう感じで、今回は皆さん昆虫食もすでに試されたことがあるということで、昆虫素人ではないとね、昆虫素人昆虫素人、ね、昆虫のセミプロというかね、セミだけにセミにも食ってそうだなって感じで呼びさせていただいたんですが、中にはね、爬虫類を飼ってたりとか生き物を観察したりとかね、昆虫好きだっていう人たちもいらっしゃるんですけど、その中でもね、僕が今回昆虫を使って、しっかりお菓子作ったんですが、果たしてこれを昆虫食をすでに食べたことある人が、ちゃんと当てられるのかっていうね、実験も兼ねたクイズ番組クイズ大会なんですが、どうですか見た目。いやー、なんか普通に紅茶が入ったビスコッティみたいな、チョコとかナッツとか入ってそうで、見た目はそんなに悪くないかなと思うんですけど、若干ところどころなんか破片があるなって感じですよね。でも言われなかったら分からん気がする。いや、絶対分かんないと思う。カフェとかに並んでても美味しそうって、言っちゃう。見た目はともかく中に虫が入ってるってわけなんですが、せっかくだったら、皆さんに普通に味わってもらうっていうのもいいと思ったんですがね、やっぱり昆虫の違いっていうのが、まだ皆さん、視聴者さんも含めて何がどう違うのかっていうやつがわからないっていうのもあると思うし、昆虫初めて食う人もいると思うから、クッキーとか調味料とかとして使ったとして、どんな風に味が変わるんだろうかなっていうやつをね、クイズ大会みたいな感じでやれたらなと思ってますっていう感じですね。なんか説明めちゃくちゃ多いな。はい、っていうことなんですけど、今回こちらクッキー3つ、クッキーっていうかショートブレッドっていうやつなんですけど、それぞれ ABC 分けてるんですが、シロアリと2つ目がヨーロッパイエコオロギ、フタホシコオロギをミックスした、要はコオロギのやつですね。で、3つ目がバッタとケラを混ぜたものを入れてるんですが、その3種類が今手元にあります。これを食べていきます。ちなみに皆さんは ABC 何が入ってるのかわからないです。僕は手元にもう答えがあるんですけど、この種類、生き物の種類だったらわからんわけない。もう全問正解ですよ、こんなの。え、楽勝楽勝。そんなに香りでわかったるわ。あ、そんなにですか。実際香りわかるかな。あー、でもなんか虫っぽい感じはしますね。香ばしい虫っていうか、え、香ばしさがかなり。あー、でもなんか違うかも、匂い。違う。え、なおさんすごいですね。もうそこで目利きが発生してるっていうことは、結構いろんなもん食われてますね。1ポイントですか。1ポイントですね。何のポイントだ。ポイント制だったんですか、これ。ポイント制だったんだ。まさかの。ポイント入るの、これ。さあ、行くぞ。ではまず A から食べていきましょうか。いただきます。いただきます。香りで分かっちゃったかも。 A、 マジ速攻で、すごい。じゃあいただきます。普通にうまい。で、美味しい。普通に美味しい。奥の方から来ますね。本当に香ばしい。普通にこれナッツ入りのクッキーみたいな感じで、なんか香ばしさとナッティーな感じがして、切ったくるみを吸ったのが入ってますって言われても信じると思う。あ、でも確かに後味になんか懐かしい味がする。ほんのり感じますね。あれあれあれ、嘘。もう食べ過ぎて普通になってしまっている。ただの美味しいクッキー、ちょっとしょっぱい美味しいクッキー。え、ちょっと待って、 みんな懐かしい味とかすでに食べたことがある。いや、確かにね、ちょっと A に関してはもう事前情報でお菓子に入れた方がいいなっていう話だったんで、これは合うだろうなとは思ってました。美味しい。うまい。コーヒーが合うね。僕も今コーヒー飲んでます。あんまり抵抗感ないですよね。マジか。全然ない。うまい。では続いて B いきましょうか。紅茶茶葉っぽさがある見た目ですね。ね、なんかこうナッツと紅茶みたいな感じ。ビンと C が
結構似てますね、見た目が。いただきます。いただきます。ん？すごい、なんかさっきに比べてサクサクしてる。歯応えちょっと残りますね。香ばしさがすごいうまい。食べたことある。いや、これ食べたことないかも。なんかはじめ…え？ある？ B はちょっと推定これかなっていうのができました。今そんなに頻繁に皆さん食ってるの？あ、わかった。わかって来た来た来た、これわかった。慣れ親しんだ味がする。慣れ親しんだ味する全然わかんない。めっちゃ美味しいクッキーなんだけど、どうしようなんかマジでアグリさんとナオさん日常的に虫食ってそうな発言なんか本当になんか茶葉みたいな感じで、あと歯触りも本当にそれらしいんですよね。サリサリ心地よくて、茶葉のこの絞りかすみたいなやつを使って練り込んだクッキーとかってこういう食感しますよね。ちょっと歯に残るというか。ただサクサク感があってパリッとしてて食べやすくてうまいなって思った。めちゃくちゃ美味しい。え、全然わかんない、マジ。虫美味しい。後味とか、うん、スッと鼻を抜けるときに、あ、はいはい、私こういうところ好きなんだよって味がする。そんなにわかる？やっぱ後味だよね、香りが、うん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 、スッとする、うん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 、あ、でも香りが独特かもしれんね。何言って間違ってた、めっちゃえ、どうしよう。せめてアグリさんと同じ答えでありたい。昆虫のプロたちが、プロたちがはい、ではそしたら C 食べていきましょうか。いただきます。ではいただきます。なんか爽やか、マイルド。あ、これ好き。食べたことない味するけど好きだ。B よりも乾燥してパリパリ崩れる感があるんですよね。あれでも C うまいな。なんか一番食べやすいかも。私も、うん、なんだろう、甘みが、あ、わかる、甘い、なんか、ちょっと若干本体がしょっぱくて甘みが強く感じてるのか。どうだろうね、そういうことかな。あの塩が入ってると甘さが増すみたいな。めちゃくちゃ好きだ。めっちゃ美味しい、うん、あの昆虫スナック、若干塩が入ってるんですよ今回いただいたやつ、うん、ビールのおつまみとか食べれるこうスナックみたいな感覚で一つ一つねつまめるタイプのやつなんですけど、それを今回ねナッツみたいな感じでクッキーに練り込んだんですが、チーうまいな。いやめちゃくちゃ美味しいこれあ、オケラすごいな。あ、すごい味がする。オケラちょっと苦手かもしれんな。なんかすごい風味が漂ってくる。結構アグリさんはその杉菜のクッキーとかそういうの好きなんでしょ。杉菜、野草とか山菜とかさ。ああああ、杉菜はあのつくしに、つくしのあの育ったやつ、優しい味がする。昆虫たちもまあそういう野草とか食ってるからそういう味をするんかな。あー確かに、由来となるものがそこで育ってるから、うん、なんか草食ってるから牛食べても草食べてるのと同じみたいな生命の循環って感じですね。あ、でも口に残ることないですか、香りが。 B よりは軽い気がします、うんうん、そう、うん、B の方がね、うん、強い。嗅ぎ慣れてるから香りのパーティー効果みたいな感じで記憶に残ってるのかもしれない、ね、ちょっとまあ感想に入る前にそれぞれ考察タイム入りましょうか。なんかアリってさ、蟻酸があるからちょっと酸っぱいヒントとかあるかなって思ったら、ツンとくるような味とかは本当に一切なくて、ない。どれだろうってなってます。あ、分かったかも、アグリ全部。あ、そう。え、うん、いや今ね、いいをもう一回食べたんだけど、うんうん、分かっちゃったかもしれん。うん、でちなみになんですけど、シロアリってアリって言ってるんですけど、どっちかっていうとゴキブリ寄りらしい。うん、そうなんだ。ね。そうです。そう、あ、やっぱり詳しいな。あの分類としてね、あのアリっていうよりはどっちかっていうとゴキブリちゃんに近い分類だったと思います。へえ、見た目が似てるけど体の作りがよく見たら全然違うんです。ね、羽生えてるし、目はどっちも生えてる。あ、そっか、すいません、ちょっと昆虫詳しくなくてお腹と頭のつながりの部分とかその辺がね全然違う。 EBC 全く味違うなと思って。そう、あ、思った、やっぱり主張が激しいんかなって思った、うん、正直言ってしまうとね、 C 特徴が結構他のやつと離れすぎてるなって思ってたんですよね。だから僕も初めて今食べたんですけど C 一番うまいぞって思ったんですよね。やるじゃないか、美味しい、美味しい。ここはちょっとヒントで与えておきます。なんか混乱しました今私も混乱しました。あれ、逆だった思ってたのと。 B は確定だと思うんだよな。 A は確定なんだけど私。何、え、ね、すごい、うん、なんかもう匂いが独特すぎて記憶してしまっている感がすごい強い。匂い全然わかんなかった最初。え、そう、え、そう、わかりやすかったか。普段誰がどの昆虫食べてるかで匂いで分かれるのか。すごい分かれるな。え、 B 逆に全然わかんないな。
C はこれかなってあるから消去法でそれになるけどって感じで、自信あります。これも絶対間違ってないと思う。間違ってたら桜の木の下に埋めてもらって、あかんすぎやろ。土に戻ってまた昆虫に食べられるっていう感じですね。やり直しでちなみにね、 A が一番うまいかなと思ってたんですよね僕。でも C が一番うまかったっていうのと、うん、なんだろう、 B はどっちかって言ったら普通なのかなっていう感じだった。はい、ということで皆さん答えは揃ったでしょうか。はい、緊張するなこれ。はい、では答え合わせしていきたいと思います。はい、では皆さん、はい、A のお菓子は一体何が入ってるでしょうか。答えどうぞ。お、割れた、割れてる、ちょっと待って、マジか。これは A の部屋と B の部屋と分かれましたよ。これはヤモさんだけがコオロギで、ナモさんとアグリさんがシロアリですね。シロアリ、なるほど。シロアリです。なるほどね、こういう分かれ方したか。ヤモさん、ちなみにコオロギだと思った理由って何かありますか。はい、まず香りが、以前にマキちゃんとコラボさせてもらった時にコオロギの昆虫食を食べさせてもらったんですけど、その時に感じた香りだと思ったんですよね。すごい思い出の、違ったらどうしよう、マジでどうしよう。桜の木の下に埋まります。自分からその流れ、はい、私も埋まんなきゃいけない。あと食べた時のちょっと後味が残る感じとかも、うん、なんかコオロギに近いと思ったんですけど、2対1で自信がなくなってきました。なるほどね、片方は昆虫素人で、もう2人は昆虫プロですからね。はい、どうします、変えなくて大丈夫ですか。ちょっと待って待って、こんなこと言ったら逆にナモさんとアグリさん大丈夫ですか。はい、それでアグリはもうめちゃくちゃ自信ある。どうしよう、変えようかな。じゃあ消去法で選んだんですよねこれ。なるほどね、ナモさんアリって書いてるんだよね。アリアリ、まあとりあえず A はそれで OK ですね。はい、埋まる格好で。はい、ではね、まあ全部出し終わってから答え合わせしていきたいと思います。気が気じゃないんですけどドキドキする。では続いて B の回答お願いします。なるほどね、待って、私だけ違う、ヤモさんだけがずっと最初から分かれてますね。ちなみにヤモさんっていつもどんな感じの昆虫、うん、いつもって言ったらいつも常にあーでも私はコオロギしか食べたことがなくて、はい、アマチュアです、昆虫食ペットの爬虫類がよく食べてる。あ、そうですね、爬虫類が、はい、食べております。名前なんだったっけ、ココちゃんか。あ、はい、ね、頭に乗ってるココちゃん食べたら多分100点とか。あ、絶対そうだった、間違いなかったかもしれない。じゃあココちゃんにも参加してもらったらいいんじゃないですか。4人目ででも私が間違ってる可能性もまだたくさんまあでもここでもナオさんとアグリさんがコオロギで、ヤモさんがバッタとケラのやつですね。ヤモさんに質問攻めやけど、なんでバッタとケラに選んだんですか。いや、まず A が、あ、コオロギやって思ったので、うんうん、C は割とマイルドな感じの味だったので、なんかアリ、シロアリのイメージだったんですね私の中では。で、消去法のでなんかバッタとケラになりました、 B が。あと香ばしい感じとかがなんかバッタっぽかったです、うんうん、なるほど、はいはい、わかりました。ナオさんとアグリさんとしてはどう思いました。食べ慣れた味、日本人が醤油の香りを忘れないみたいな感じで、多分これコオロギって思ってしまった。なるほどね、アグリさんはちょっと話聞いてて思ったんですけど、実はアグリ、うん、多分この中で一番種類食べてる、うん、ですよね多分、感じがしててまあ、コオロギちゃんも、まあ、イナゴちゃん、バッタちゃんも食べたことあるし、あとあのシロアリちゃんではないんですけど、同じサイズ感でアリちゃん食べたことがあるんですよ。そんなでかいやつ。そうそうそう、結構大きめの海外のね、アリさん食べたこともあって、で、まあ、今回のその B コオロギにしたのはもう慣れ親しんだ味だから。慣れ親しんだ。アグリ今すぐそこ、左向いたらすぐそこにフタホシコオロギちゃんいるんですけど。あ、それってカンペじゃないですか、なんかカンニングじゃないですか。週に何回か嗅いでる、ちょっと予習済みだった気がします。オケラちゃん買ってたこともあるからな、ちょっと自信なく。買ってたってことは食べてる。食べてない。はい、ということで、そしたら最後の C をお願いします。まあ、でもここで完全にヤモさんとあと2人が分かれるんですよね。全問待ち、なんか違うとは思わなかった。はい、出ました、ヤモさんがシロアリで、ナオさんとアグリさんがバッタとケラのやつですね。うん、そうですね、みんなに聞くのもなんかあれですねって感じ。一応聞いておこうか。はい、ヤモさん、マイルド、あ、すいません、食い気味で。ヤモさんはなんでシロアリ選びましたか。なんかこう、うん、
甘いマイルドな味がして、私の中のシロアリのイメージがすごくマイルドで優しい感じだったのでシロアリしました。なるほどね。じゃあアグリさん、なんだろう、本当に C は一番アグリの好きな味だったんですけど、アグリって結構ハーブティーとかの野草とか好きで草が好きなんでしょ。確かにね、なんかちょっとハーブっぽい感じはしましたよね C。 結構爽やかな、ね、自然な味がしたので、これってやっぱりこのバッタちゃんとかオケラちゃんの味なんじゃないかな。なるほどね。コオロギちゃんほどの香りの強さもなく、木を食べてるシロアリちゃんみたいな雰囲気でもなかったので、じゃあこれではという予想です。虫のソムリエですね。虫のソノリティ。はい、では、なおさんはどんな感じでした？まずね、C。私もね、この中で一番お気に入りだったのが C なんですよ。食べたことなかったんです、今まで。ってことで、コオロギじゃないなっていうのは分かって、なんと B よりも崩れやすい感じがあったので、私の中で多分 B がコオロギだぞってその時に決まってて、でアリかバッタかって考えた時に、なんとなくこう乾燥してカリッとしそうなものはバッタだと思って C を選びました。すごい虫グルメですねやばい、すごいすごい人をちょっとコラボに呼んじゃったかもしれない。これしかコラボ来なくなったらどうしようかなとはい、ということで答え出揃いました。答え合わせしていきたいと思います、はい、大丈夫ですか皆さんいやもう埋まろうかなって今思ってるところですでは A から答え言っていくんですけど、はい、A シロアリ、よし、おー、 B フタホシコオロギとヨーロッパイエコオロギ、やはい、そしたらね、まあ消去法で最後バッタとケラですすごい、全員正解、ヤモさん全員正解ですね。ヤモさん、ヤモさん埋もれてしまう今までありがとうございました。あー、お仕事、バイバイ。後ろの木の下に穴掘っとく、ココちゃんだけになることで、まあ、仮にね、ココちゃん、ココちゃんだけは。はい、っていう感じでした。結果としてはヤモさん全問不正解はい、でナオさんとアグリさんがさすがのね全問正解ということで、すごい、お二人おめでとうございます。おめでとうございます。優勝、こんなはずじゃなかった。私言うてわからないだろうなって思ってたんですよ。昆虫食って、うん、なんていうの、こんなにこう違いが、味の違いがわかるんだ、しかも加工した後でもそれが楽しめるんだっていうのがとてもびっくりしました、ね、確かに僕もね正直そこまで味変わらないんじゃないかなと思ってて、クッキーのこの香ばしさ負けるんじゃないかなって正直思ってたんですけど、意外と主張が残ってて面白いなって思ってた、自分で作ってみて思ったんですけど、特にケラがすごい主張してくるんですよ単体で食うと、そうなんだ、一番強くて強烈だったから、これはクッキーに入れるとちょっと違う感じになるんじゃないかなと思ってた、それも逆で若干のハーブ感があって爽やかで食べててうまいんですよね一番バッタとケラがこの甲殻類っぽい感じの味がしたから、クッキーと合わないかなと思ってたんですけどね、意外と焼いてみたら甲殻類っぽさなくなって食べやすかったですね。お菓子にめちゃくちゃ相性がいい印象でした。逆にシロアリ一番うまいじゃないかなと思ってたんですけど、なんかまあ美味しいっちゃ美味しいんですけど、でもバッタとケラと比べるとね印象が普通すぎるっていうのかな、わかるこの感じ、塩クッキーって感じだったアグリは。そうそうそう、だからそういう意味では無理なく昆虫食を食べるっていう路線ではシロアリをクッキーに混ぜるっていうのは素人的な目線ではありなんじゃないかなと思った。一番無限に食べれる気がします。安心して食える感じしますね。コオロギなんですけどね、ヤモさん、はい、思い出の、食べたんですけど、ね、私たちの思い出の、しかもショートブレッドだったんですけどね、もう全問正解ですよ。こんなほんのり感じますね。うん、A は確定なんだけど、私香りで分かっちゃったかも A。っていうのも実は今回使ったのがフタホシコオロギとヨーロッパエコオロギの2種類なんですが、前回のがジャマイカンフィールドコオロギだっけ。そうそう、ジャマコですね。ジャマコ、そうそう、コオロギの種類も実はいろんな種類があって、それで味が一つ一つ違うんですよね。この風味がちょっと強いやつとか、なんかお菓子に混ぜ込んでもそんなに主張しないですよっていうやつがあったりするけど、ジャマコはなんかこうお菓子とかにも相性がいいですよって感じだけど、今回使ったのがどっちかって言ったら料理側に使った方がいいっぽいし、人によってはそのまま牛乳に混ぜてプロテインみたいな感じで飲むっていう人たちもいたりとかして、うん、タンパク質すごい多いんですよ。
昆虫だから。まあでもクッキーにしても美味しかったけど、やっぱり風味前回と変わりますよね。なんか違ったかもしれない。間違えてるし、ね、現に、うん、蓋干しが強い気がするんですよね。そうそう、蓋干しとか。アグリさん食べられたことありますか、コオロギの種類。コオロギは多分蓋干しとイエコは食べた気がするんだよけど、ジャマイカもまだ食べたことなくて。で、大体コオロギのイメージって多分蓋干しの味が急な気がします。コオロギとかバッタとかもどっちかって言ったらエビの風味に近いかなと思ったけどね、クッキーにしたらその感じなくなってくれて、ナッツ感だけが残ってくれて面白かったですね。この香ばしさだと他の料理とかにも合いそうだし、うん、私はね正直そのままこう食べてみたい欲が今すごいです。あーね、ナッツのなんていうんだろう、そのままのスナックとして食べるのも全然うまそうやし。へー、昆虫もいろいろあるんやなっていうことなんですけど、優勝者には何か送ろうと思ったんですが、今回お二人が優勝しちゃったので、そうだな、罰ゲームの方に切り替えますか。突然の、はい、申し訳なさが勝つ。いやでも罰ゲームはちょっと違うな。実はあの昆虫のスナックが若干残ってるんですよね。プレゼントっていう形にしますか。まあ山尾さんに送っていいですか。何か、いいんですか。ダメだったの今って、ね、勉強してってことで。勉強して、もう勉強代です。勉強代で次を期待、ね、次を期待。追試でちょっと送らせていただきます。追試だわ。あ、嬉しい追試。はい、ということで今回は僕が昆虫スナックでショートブレッドを作ってみて、まあ、それをそれぞれ食べてもらってどういう感じで味わえるのかっていうやつをクイズ形式で収録してみたって感じの動画でした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあおつコオロギ、おつコオロギ、何これ。はい、こちらまきちゃんから届きました。おまけもありがとうございます。ということで早速食べていきたいと思います。いただきます。うーん、おいしい。いや、なんかこちらバンブーワームという虫が入ったお菓子らしいんですけれども、ナッツと合わさっててね、すごく香ばしくてめちゃくちゃおいしいです。いや、これはもう罰ゲームというかもうご褒美ですね。ありがとうございました。ひるもり精進します。